記録的な大雨を引き起こしたハリケーンは現在徐々に移動しており、明日の朝には落ち着きそうです。湾岸では一隻の船が行方不明になり、救急隊が捜索に当たっています。こちらの詳細は情報が入り次第お伝えします。さらにここ数日の豪雨によって一部の地域では膝の高さまで浸水しており、住民に被害をもたらしています。レーダーの観測によると、今後は勢力を弱めながら北上していくと思われます。明日の朝までには天候も、嵐の被害はどうだって、雨も収まる。まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ、もう一人いた。はい、あ、マーガレット。あら、まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう、ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、そうだそうだ、ゾイだ。船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、うん、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ、もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。ほら、いい人じゃん。スープを温めるわ。私ゾイだね。今夜はスープが美味しいわよ。倒してルーカス。お兄ちゃんは相変わらずちょっとなんか嫌な感じだけど、みんなはいい人だね。なんだろう。ああ、結婚記念日。着替えはランドリーに置いてあるわ。買うもの、卵、ベーコン、ミルク、トイレ洗剤、メガネ洗浄液、下着、シェービングクリーム。あの子に綺麗な服を持って行ってあげて。はーい、わかりました。何、エビ、エビが入ってる。あの子にね、綺麗な服を着せてあげよう。ランドリーどこだったっけな、こっちじゃなかった。ストーリーモードでね、やった。記憶をたどるとここだけど、あ、これかな。ほら、ない。あ、これか。よし。あ、ここ穴開いてるんだね、この時から。持ってきたよ、マーガレット。汚れた服のままじゃかわいそうよ。あ、2階に上がっていくの？この部屋かな？違うな、ここの部屋じゃない。どの部屋に寝かしたんだ？か。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。いい子だね、きれいにしてあげる。みんなもらった。何何何？ライターをつける。この子がいなくなってる、服も着ないで。父さん、停電した？雷でも落ちた？まあ、みんな下にいたはずだから下に行ってみようかな。あの女の子はどこ？ここだけ明かりついてる。何の音？おう、お母さんたちがいなくなってる。誰か
か？みんなどこにいるの？結構この時からちょっとマーガレットはお掃除が苦手だったんだね。どこに行ったらいいの？声がする。しゃがみってどうだったっけ？あれ？声したよね。どこ行っちゃったんだろう。上？母さんなの？ほら。ゾーイ、おいで。あの子からの贈り物だ。こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い子供たち見てごらん。おいしい。キスしてちょうだい。ロープを取ってこい。行け、早く。お父さんもどこから来た？邪魔するんじゃないよ、ジャック。私たちは家族になるのよ、あの子の家族にね。やめろ、マーガレット。おい、頼むから手荒なことをさせてくれ。母さん、どうしてこんなことに。本当だよ、ちょっとね、異常すぎるよね。口からムカデが。ロープ、ロープ、これだ。すぐ行くよ、父さん。すぐ行くよ、父さん。お父さんがいなくなってんじゃない？ほら、妙に静かになってる。やめて。心配しない。こんなもんじゃまだ終わらんぞ。綺麗好きはいいことだ。俺がお前の母さんを綺麗にしてやるからな。あの子の望みだ。あの子への愛情を見せてやらんけど。俺たちに愛情を見せろとあの子は言ってる。あの子をがっかりさせたくないだろ。それは良くない。あの子って誰なの？お前の妹のエブリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前に押し置きしてやらんと。父さん、やめて。お願い。うわ、ひどい。あの子が待ってるぞ。なんでゾイはすぐに仲間にされなかったんだ。やめて。お願い。ほら、来るんだゾイ。新しい妹と遊びたくないのか。え、どういうこと？逃げなきゃいけないのかな。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前にはお仕置きしてやらんとな。父さん、どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。近づかないで。よし、ロープかけた。早く逃げないと。ここかな。ゾーイ、さっさとここを開けろ。道具があれば。近づかないで。え、道具を取ってこないとダメな感じだった。何も持ってないんだけど、どうしよう。こんなことしても無駄だ。やめて。こっち側出てる、出てるのか。どうして。あ、開けないから。なんかあるのか。俺が叩き壊してやる。父さん。あ、あのフォークだ。あ、来てるじゃん。
やばい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 。走れ走れ。あ、危ない危ない、びっくりした。捕まった。やめて、お願い。あ、殴られたら終わりかな。あの子が待ってるぞ。くそー、新しい妹と遊びたくないのか。そういうことか。くそー、一体いつまでかかってる。よし、お前父さん、どうしちゃったの。この家にいる。閉めろ閉めろ、早く閉めろ。近づかないで。で、こっちに行ってフォークを取って、これ速さがあるのかな。近づかないで。こんなことしてるんだな。やめて。よいしょ、出れた。あ、今度このところに行ってるお兄ちゃん、どうしたらいいのこれ。ここから逃げなきゃ。ここから逃げなきゃ。いる。どうしたらいいんだろう。あの子は一人で寂しいの。守ってあげないと。外に逃げたらいいのかな。見つけたよゾイ。うっそ、戻ってきな。本当に悪い子だね。見つかったのか。ほら落ち着いて、慌てて転んだりしたら大変だろう。わあ、捕まった。なるほどね。やめて。お願い。ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。あそこの扉を開ける何かがいるんだな。これが。なんだろう。なるほど。ここから逃げなきゃ。ここはいけないんだよね。だから下に行くしかない。ライターじゃ消して。かわいいエブリー、なんて愛おしいのかしら。
ちかな。何かこの部屋の中にあるのかな、脱出できるアイテム。あそこかな。新しい妹ができて嬉しくないの？ゾイ！どこだろう。出てきたあの子に会ってあげて。あ、これか。エヴェリンがママって呼んでくれたの。可愛いでしょ。あの子は一人で寂しいの、守ってあげないと。ゾエ、やめて。ごめんなさい、私何かおかしい。母さん、来ちゃダメ。やめなさい、家族に触れないで。どういうこと、何が起こってるの。ほら、これを取って。何これ。逃げて。逃げよう逃げよう。大丈夫だよ、助けを呼んでくる。今何の鍵だったんだろう。車かな。見つけたぞ、もう逃げ回るのはやめろ。多分これでガレージに行くのかな。やめろ、うるさい、早く消えろ。お兄ちゃんの声がする。父さん、俺から逃げられると思ったか。ゾイ、探し回ったんだぞ。はい、聞こえたぞ。車の子。早く、早く開いてよ。早く開いて。出て行こうっていうか。新しい妹に会いたくないのかい。お前はこれもダメなの。知らんのか。それは育てたお前への態度が惜しかった。え、これは起こり得たもう一つの結末である。え、どういうこと。だがほんの小さな出来事が未来を大きく変えるかもしれない。まだ他の終わり方があるのか。